皆さんこんにちは。天一国の希望のニュースをお伝えする HJ グローバルニュースです。ピース TV では誠の父母様生誕100周年および天中聖婚60周年記念行事を起点に新たに飛躍した摂理機関プロジェクト特集を10部作で編成し放映いたしました。今日はその最後の時間としてソナク平和賞特集を準備しました。2013年に出版され、これまで9名の擬人を発掘し、気候や食料問題、グローバル難民問題、アフリカ人権と開発、共生共栄共義のアジェンダを拡散してきたソナク平和賞。去る7年間の感動の瞬間を共にご覧いただき、天地人誠の父母様の平和ビジョンの主人として生まれ変わる恩恵ある時間をお過ごしください。人類共同体に献身し希望を花咲かせた擬人たちを発掘し、世界平和のビジョンを拡散してきたソナク平和賞。人権尊重、葛藤の和解、生態保全を革新価値としてきたソナク平和賞が、平和世界の新たな時代を切り開いています。人類一家族の平和世界実現のために一生涯を捧げ献身してこられた誠の父母様の思想を後代に継承発展させ、その志を受け継ぐために制定されたソナク平和賞。2013年2月誠のお母様によって制定発議され、翌年8月に出版されたソナク平和賞委員会は、2年に一度世界人類に貢献した人物を発掘し、アジェンダを制定し、人類が進むべき具体的な青写真を提示してきました。第1回ソナク平和賞で注目したのは気候と食料危機。気候危機の最前線で人類の未来と平和のために努力してきたグローバルリーダー、アノテトン・キリバシ元大統領と、未来の食料危機の代案として革新的な魚の養殖技術を開発し青色革命を成し遂げているモダドゥグ・グプタ博士を共同受賞者として選定し、国内外の多くのマスコミと世論の共感を呼びました。第2回ソナク平和賞受賞式が注目したアジェンダは、世界最大の危機として浮上したグローバル難民問題。国連難民機構が発表したグローバル動向報告書によると、地球上の人類のうち113人に1人が難民だと言われています。ソナク平和賞委員会は、中東のアフリカ難民の治療を受ける権利を守り抜いた21世紀のシュバイツァー、ジーノ・ストラーダ博士と、難民再定着の根本的な解決方法を提示した難民の母、サケナ・ヤクービ博士を受賞者として選定し、難民の福祉問題と医療・教育の権利にスポットライトを当てました。第3回ソナク平和賞受賞式は、アフリカの人権と開発に注目しました。アフリカの抑圧された人権と開発問題は、全人類の良心に刻まれた傷。ソナク平和賞委員会は、女性割礼問題を全世界に公論化することで、割礼撤廃法の制定及び女性の人権向上に寄与したワリス・デイリー人権運動家と、農業の革新でアフリカ貧困改善及び経済発展を促進してきたアキン・ウミ・アデシナアフリカ開発銀行総裁を受賞者として選定し、アフリカの明るい未来を応援しました。誠のお父様生誕100周年を記念し、特別に1年早めて行われた第4回ソナク平和賞は、誠の父母様の共生共栄共義のビジョンに注目しました。設立者特別賞に輝いた持続可能な世界のためのリーダー、パン・ギムン元国連事務総長は、人類歴史上類まれなる気候変化の危機に立ち向かい、2016年にパリ協定を採択し、全世界195カ国を温室効果ガス削減に参加させ、17の持続可能な発展目標を採択することにより、国際社会の新たなビジョンと共同目標を提示し、
世界の人々が共にする実践の場を開きました。アフリカグッドガバナンスのモデル、マッキーサルセネガル大統領は、アフリカに蔓延している長期独裁と腐敗、不況の根を断ち、大統領の任期を7年から5年へと縮小し、法治と透明性によりセネガルを西アフリカの民主主義の代表国家として変化させ、西アフリカの経済成長を牽引し、国民たちの生活の質を向上させることで、アフリカグッドガバナンスのモデル的な歩みを続けてきました。宗教和合の先駆者、ムニブユナン司教はアラブのキリスト教徒として、中東の火薬庫エルサレムの和合のために献身してきました。2002年、エルサレムとパレスチナの間でテロが起こった時、歴史上初めてキリスト教、イスラム教、ユダヤ教の指導者たちが一堂に集まり、すべての宗教から信頼を得ていたムニブユナン司教の献身により、エルサレム宗教機関協議会が設立されるなど、新たな宗教和合の場を切り開いていきました。2020年2月、人類共同体の平和のために地球上の苦痛と葛藤を治癒し、平和のメッセージを拡散してきた指導者たちがソナク平和賞の受賞者として一堂に集まりました。ソナク平和賞の主人公たちは、一人がどのように人類の生活を平和に変化させることができるかということに対する美しい青写真を提示していくでしょう。 We all share a common destiny grounded in sustainability, peace and prosperity. It is our moral duty and it is a political leader's their political dutyTo realize this shared destiny for all global citizens in the years to come. With this, I am committed to work even harder to make this world better for all of you. Je l'accepte avec humilité parce que cette distinction est pour moi moins une fin en soi qu'un encouragement à persévérer.Dans la culture de la paix et de la fraternité humaine. I pray that my Israeli neighbors will see the image of God in me and in my fellow Palestinians. I would like to thank Dr. Hak Yan Han Moon, the founder of the Sanhag Peace Prize, and your late husband, Reverend Sun Myung Moon, for your vision of peace as one family.Under God. 하늘 부모님의 꿈, 인류에서 오는 하늘 부모님 모신 인류 한 가족입니다. 인류 한 가족. 그 세계로 가는 데 있어서 많은 수고와 또한 실적을 거둔 분에게 더 큰 일을 할 수 있게끔 그들을 지원하고세계인들을한방향으로이끌수있는중심적인사람들을나는세계여러곳에서계속찾아서함께일할것입니다글로벌시대에살기를우리たち지금まさに世界の運命を自身の運命と連結させて考え、連帯し、協力していくべき時です。一点から全存在へと拡散する平和の実践、ソナク平和賞が地球村に明るい未来を切り開くでしょう。韓国宗教協議会と新統一韓国家庭連合の指導者たちは、仏教2564年釈迦誕生日を迎え、宗教和合と宗教平和のために共にしてきた大韓仏教観音宗と韓国仏教大光宗、曹洞宗など仏教寺院を訪問しました。仏教の最大名節である釈迦誕生日の奉祝行事と、1000年以上の伝統を誇る年頭会が異例のコロナウイルス事態により1ヶ月後に延期、仏教では危機克服のための特別制裁が続く中、
超宗教指導者たちは心を一つにして祈り、治癒し、愛を実践することのできる宗教本然の価値を振り返りました。アジア太平洋圏域では40日オンライン訓読特別生成が毎日約2000名のシックが共にする中で行われています。이런통신을서면서저희들회의를해가지고신천적메시아를중심삼고기쁘고우리는실제천일국을이루겠다는이런결단과그리고실제적으로움직이고있습니다コロナウイルス事態により国境が閉鎖され社会的接触が制限される事態の中でも真の父母様の安泰と世界共同体の危機克服のためにオンライン早朝訓読生成を共にしているアジア太平洋圏域のシックたちは時間と空間の距離を超越する復興の時間を共に過ごしています。不可能をも現実のものとされ、7つ以上の宗教団体復帰と7カ国以上の国家の復帰を超え大陸復帰勝利の礎石を準備された真の父母様に感謝し、今その夢のビジョンの主人であり主役として生まれ変わる全世界の祝福家庭の皆様となられるよう願います。去る10週間にわたって放映されたビジョン2020特集映像を視聴していただいた視聴者の皆様に感謝を申し上げます。それではまた来週お会いしましょう。